エルボィスダウンミニの標準のバッテリーボックスを LBB41 に交換した時の充電方法ですこのように本体に電池を搭載したまま充電することができますこの際注意しなければいけないのはバッテリーのコネクタを必ず外します,ここす、ね、2個とも外しますそうしないと バッテリーボックスがショートして壊れます。以上です。